南鉄道のグレートノーザン鉄道が日本郵船に専用桟橋と専用倉庫を用意することで誘致して始まるシアトル航路1930年就航する日本郵船の氷川丸などが横浜からキエトをシアトルへ運び始めるミルウォーキーセントボール鉄道はグレートノーザン鉄道との競争に敗れるため ピューットサウンド航路を大阪商船と開設することになるが日本国内の優勝協約によりピューゼットサウンド船が廃止となる。日川丸が竣工した1930年大阪商船は高速ディーゼル船機内丸型6隻を持って東海岸のニューヨークへ直接キートを運ぶ航路を開設。しかも横浜ニューヨークのスピード記録を大幅に更新し キートはニューヨークへと運ばれることになるのであるそんな高速ディーゼル船機内丸型の2番線がグアムに沈む東海丸なのでありニューヨーク港には大阪商船専用桟橋と専用倉庫が用意された横浜からアメリカへの移送経路は確立されるわけだが国内のキート輸送はどうなっているのか 例えば富岡製糸場から横浜までは馬車などを利用して生糸を運んでいたフランスからやってきた技師たちの中でも若手はその馬車を使って横浜まで飲みに繰り出したりもしたらしい。しかし翌日の就業時刻に間に合わず処分された者もいたとかまたフランス人ならではの問題もあったという。 製糸場で働く工場を募集した時なかなか集まらなかったという理由は富岡製糸場に行くと処女の行き地を吸われるという噂が広まったのだもちろんフランス人技師たちはワインを飲んでいただけなのだがキートの輸送にはもちろん船に乗せて川を利用して東京経由で横浜へという方法もあるのだが 集積地の八王子を通って横浜港へという陸路があり今でも八王子と横浜を結ぶシルクロードと呼ばれる街道が残っているしかしその道は険しく鉄道が日本に入ってくるとそのシルクロードに代わって1908年横浜線が開設される横浜線が横浜駅に通じていないのがその名残であり八王子から横浜港へ 一気に鉄道をつなげたたかったのであるそのためには横浜港に新しい埠頭と倉庫を作らなくてはならず横浜倉庫株式会社が設立され1911年 東神奈川駅から海に向かって線路が延長され海神奈川駅が開設されているが新しいふ頭が完成することはなく横浜線は東神奈川駅で止まっているまた富岡製糸場近くの高崎から上野を結ぶ鉄道はすでに1884年日本初の民営鉄道として高崎線が全通しているのであるが 新橋・横浜の日本発の鉄道には連絡できず作られることになるのが山手線でありまず1885年に赤羽品川間が開通すると高崎から横浜まで鉄道で連絡することができるようになっている現在赤羽は山手線から外れているが環状線として完成していく過程で 菅刑務所が線の予定地にありそれを迂回して作られたのが池袋駅であり赤羽駅は環状線から外れてしまうことになる。このようにして順調に生糸輸出は行われ1930年の生糸関連輸出額14億6,985万円の29%が生糸であったのだが徐々に陰りが見えてくる。 決定的な理由は日米関係の悪化であるがアメリカの化学メーカーディポン社が1935年開発した合成繊維ナイロンの影響も大きくアメリカのレディーたちの靴下はキートからナイロンに取って変わっていき1941年12月、大東亜戦争が始まった。ちなみにナイロンという名前は諸説あるが 日本のキートの素晴らしさに負けなないような合成専用ということでつけたという説もありローマ字で書く「ナイロン」をひっくり返すと「農林」となり生糸を梱包した俵にその品質を保証するスタンプをしていたのだがそれが日本の農林省をローマ字表記した「農林」だったのだ。